を眺めています。15時40分、とてもよく晴れています。伊原駅はあっちかな、もうちょっとこっちでしょ。ここに神社があります。お参りします。中根比そばの木が綺麗です。これも見事な木です。切られた木もあります。まだ川に日が当たってます。あったかそうです。カモがいます。小田川の伊原大橋、日が当たる橋がいいですね。山にも日が当たってます。桜の木が映ってます。橋の下、鳥がいますよ。カワウです。サギです。奥に赤い橋、太い桜の木がある土手。小田川の河原に降りてみます。先ほどの伊原大橋、枯れ草色の景色です。そして赤い橋、鉄橋みたいな感じ、日吉橋。史跡なんですね。歩道橋、重みがありますね。小田川の流れ、こっち側が七日市町、お堂があります。よろしくお願いします。社が多いです。土手道、この先は砂利だからもう行きません。向きを変えて、ちょうど持ってる時に電車通りました。これが線路沿い、こっちから列車を通し取りたかったです。まだ日が当たってます。道が続くといいな。線路は右にあります。
あれが伊原駅ですね。そろそろ列車来るんでしょうか。綺麗な駅舎です。レリーフがありますよ。これが立橋、伊原駅です。手を振ってますよ。東の方、列車が到着しました。列車がいる伊原駅、こっちはうまく映るかな。こっちに階段あります。伊原の町、ホームが見えます。芝桜、上下2本見たからしばらく来ないかな。入れました。インフォメーション、これが駅ですね。中はとてもあったかいです。お、レンタサイクルだ。ここが駅の改札。伊原鉄道の謎。上はこうなってます。お店があります。茨の町です。茨駅の外、駅の周りの様子です。バス乗り場があります。茨駅、今日が丸山の方です。さあ自転車へ、西へ踏切を渡ります。ここは影になっています。野球場のそばです。茨鉄道高架が続いてすごいです。でも車両が見えませんね。石道路、鳥居をくぐります。46分ならそろそろ来るかな。岩山神社、三宝高神社、まだ上があるんですね。
歴史ある建物、ポンプが残ってます。山のふもとは墓地が多いです。鶴巻公園、藤棚や遊具があります。鳥居が見えます。都議公人です。鳥居の横に社。ありがとうございます。夕刻の空になりました。55分のがすぐ来るかな。先ほどの神社、お、道が右へ。線路がまだまだ続きます。ここに何かあるんですよね。やはり駅が近かったんですね。伊豆江駅、静かな駅です。伊豆江駅を通り越してここを右かな。変わった鳥居。 U ターンして戻ります。道が細いですね。八幡宮の鳥居、八幡様です。石道路、信仰が厚い町です。こんにちは、お参りに来ました。出雲大明神、ありがとうございます。夕刻色です。ライトアップしてるように見えますね。春は新緑になるんでしょう。街を探検してる気分です。まだ日が当たってますよ。右の方に鉄道があります。左の北に曲がりました。すでに鍵が長いです。日が低くなりました。もう陰るでしょうね。眩しかったです。歩道が広いところです。湯原駅の近くに戻ってきましたが、まだ西側の筋ですね。中国銀行前、あそこにすき家があります。お、木がなくなったかな。茨城市役所前を通ってみましょう。茨城市役所、市役所です。あれがマーク。17時17分、公園があるの知ってるんですよね。時計塔です。金の像、木が映ってます。なんか怖かったりして公園工事してるのかな。これは椅子なんですね。広島銀行、伊原駅前通り、 あっちが茨城駅だ。茨城バスセンター、なんかおしゃれです。夜の茨城市、夜の茨城市です。明かりが続いてます。星が出ています。空気が冷たいです。
スーパーの横、イルミネーションついてます。ここ光ってますね。現在20時半頃です。あったかく感じるかな。茨城駅前こんな感じなんですね。光ってますよ。明るいけどお店閉まったのかな。静かです。冷たい空気。まだ列車は来るでしょうね。20時46分がもうすぐかな。タクシーはいますよ。今日は息が白いです。帰りましょう。茨大橋の方です。